そのいたの前髪で触覚をなんかつなげるみたいな、こことよし、サイン会でね、本当にえ12時からじゃないの今日って。ありがとうございますピーナッツね、サイン会奥さんと一緒じゃなかった。すぐ飯食べてないです。ボンジュール、こんにちは、こんにちは。え、9時半あれ、そっか10、あ、そっか、あの手形書いて抽選書いてサイン会席やってってことだよね。ありがとうございます、ピーナッツありがとう。流れ星メール今来た。え、そうなの、結構時間かかるのね。ありがとうございます。流れ星大川さんはあの TO はここなんで誰にも譲りませんよ。ありがとうございますピーナッツ。譲らないから大川さんの TO はここですよ。明日の選挙よろしく、よろしくお願いします。そうだよね、明日だよ。どのぐらいかなここは。ありがとうございます。鬼ありがとうございます。こんにちは、ハートありがとう、ありがとうございます。譲りません、無理です、ここも譲りません。勝負しますか。いいよ勝負。おーちゃんはライブロイ、え、でもココミはアンズさんが好きなわけじゃん、だから取り合いにはなりません。もう大岡さんとたくさんお話ししたから。ありがとうございますピーナッツハート、ピーナッツありがとうございます。朝ずもーちゃん好きだし、知ってるけど、でもサインもらっちゃったから、もう譲りません。とりあえずこっちゃんの取り合いあるか、ある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 、取り合いだらけです。もう大岡さん一筋でいきます。こんにちは、まあ、でも先輩可愛すぎてね、でもやっぱ大岡さんって感じで。こんにちは、こんにちは。今日は節分何の日か知ってますか。今日は何の日か知ってますか。ありがとうございますピーナッツ。何の日でしょうか今日は。待って、そう節分の日。節分といえば鬼といえば豆。ありがとうございますハート、こんにちは、こんにちは。豆鬼、ちょっとこの鬼つけて話すか。鬼つけて話そうか。痛い顔、こんにちは。ね、ここめっちゃやばいやつじゃん。こんにちは、ドスコイボンジュール、聞こえますか。ドスコイボンジュール、ちょっとこれ小さすぎてココの顔に合いますね。見て、うん、どうも。ここは怖い鬼にするの、怖い鬼。なかなかさ、あのガチの鬼やってくる人いないじゃん。
もう多分きっとここだけだと思ってるので、ありがとうございます。コメント見えてます？え、ちゃんと見えるんだけど。ハートピーナッツありがとうございます。怖くない？え、でもこれガチの鬼じゃない？ほら、ほぼね、ちっちゃい時ね、ありがとうございます。あの、まあ、ちっちゃい時ね、あの自分で鬼のお面と絵描いて、あの作ってました。お手入れはいねえかーって鬼ありがとうございます。おスコマニュール、誰のショールーム来たか分かんないの、こんなんつけてたら。こんにちは。ちょっと苦しいですね。みのり最近はこっちゃんが鬼役。え、最近ずっとそうだよ、こっちゃんが鬼役。豆めっちゃ投げられて痛い思いする。喋りか、いや、そんなことないですよ、そんなことないですよ。ちょっとおいし、あ、いいね、なんか見えづらいけど。皆さんちょっと豆ぶつけていいですか？あ、いいです。皆さん豆投げてください。たくさん豆投げて、豆投げてはじめまして。めっちゃ変な人なんだけどこんにちは。よし、ありがとうございます。ピーナッツ10分になったら撮りますね。息苦しいです。ありがとうございます。ピーナッツ、ピーナッツじゃない、豆、豆投げてください。ありがとうございます。豆豆豆豆豆豆痛いよありがとうございます。豆、ここもね、豆はね、みんなに投げてあげようか。フォローしてください。あ、鬼にガチ鬼、ちょっと待って。あー、あれ、オッケー、ありがとうございます。豆痛いね、痛い痛い痛い、ひゃーこんにちは。僕いつもね、これを家でやってるんですよ。そう思うと面白いね。ありがとうございます。鬼です、鬼です。こんにちは。恵方巻きは食べる予定ある？え、食べると思う。いつもね、食べてるんですよ。恵方巻きってさ、食べる向きあるんでしょ。お健やワンジュール、ワンジュール、ありがとうございます。スクショタイム見えないんですよ。見て、目、目ん玉こっちなんだけど、ちょっと鼻が痛いスクショタイムです。こんにちは。びっくりしてる、痛くてびっくりしてる鬼、痛っ、ちょっと見つけた。じゃあハートを作ってる鬼、ぶりっこしてる鬼、ありがとうございます。ハート、鬼すくし、鬼って、これ猫だよ、ね、鬼、どうですか、あれ、ショール、あれ、ルルム、間違ってないです、今スクショタイム中だから。うぅスクショタイム、待って、めっちゃ痛い顔、痛い、鼻痛い、なんかすごい画面が明るくなった気がする。こんにちは、ありがとうございます。お豆さん、たくさん
よしよし。なんかお祭りってさ、こういう人いっぱいいるよね。痛い。なんかちょっと付け方違う。出てんのこれ。痛いね顔が。あ、どちら、あ、鬼から出てきた美少女です、書いてあったから読んでみた鬼だよ。あ、ドスコイボンジュール、ちゃんとこっちゃんですよ、ちゃんとこっちゃんです。ちょっとちょっとね、え、手形書いてさポッパーってやんな。ありがとうございます。福は内、外は、福は内、外は鬼、なんだろう、なんかさ言うよね、福は内、うちは外、こんにちは、あ、鬼は外だ、福は内、鬼は外だ、そうだそうだ、ありがとうございます。ハート、今日は髪の毛巻いたんです。どうかな、こんにちは、ハート、ありがとうございます、星ありがとうございます。手形会ね、久々の手形会ってことは、ここがドスコイだから手形会あるみたいなどっちがすごい、実はこっちなんだよね、実はここでさ、首にやっとこうかな、でも痛いかな、痛いよね、やめとこ、ドスコイボンジュール、これどうしよう、どうやってやろう、こうやってやりたいんだよね本当は。ちょっと痛い、こんにちは、うっ痛いよ、ちょっとやめる、かわいそうなことになる。そう、巻いたの、普段はさストレートじゃんか、だからね変えました、今日はちょっと、ちょっと前髪、前髪、あ、頭に乗せる、そうだね、ちょっと紐が嫌、よし、オッケー、こんにちは、ドスコイボンジュール、これで配信しますね。これ落ちたら教えてください、忘れちゃう、落ちたって気づかなかったら教えてください。ドスコイボンジュール、こんにちは、ピーナッツありがとうございます。ちょっとこ怖いですか、じゃあ鬼に襲われないようにちょっと今日は生活してくださいね。ドスコイボンジュール、昼ご飯何にしよう、昼ご飯はじゃあお肉でお肉で、ドスコイボンジュール、ここお肉好きだから、お肉好きで、お肉めっちゃ好きだから、ここの趣味に、あ、趣味じゃない、好きな食べ物に合わせて食べてください。フォローしました、ありがとうございます。ステーキでもいいですよ、ステーキ、ステーキ好きだもん、ここ美味しいよね。フグはね、おマカロン食べたいんだ。鬼は外、お肉はうち、お肉はうち、いいね、お肉はうち、いいね、みんなお肉うち欲しい、うちに欲しいか、よっかれ、そう、でも明日からちょっとできなくなりますかもしれない。まあ制服の目の編集もしっかりしなくちゃならないので、しっかりね、そういうので、マカロニは食べたいです、マカロニサラダ、マカロニサラダ、スコーン好き、スコイボンジュール、めっちゃね最近右目が痛くて痛いんですよ。ブログ読んだよ、お、ありがとうございます。
来週頑張ります。アンダー、そうなんですよ。でも制服の上にしっかり出れるようになってからアンダーの練習をしてっていうね、あれなので、しっかり出れるようになって、しっかりブログは本当に内容だった。もう何時間かかけて、何時間かかけて、そうですね、ブログ文章ちゃんと書くんやね。文章ちゃんと書きますよ、書きますよ、書きますよ。スカイボンジュール、ボンジュール。スコア差増えてるんだね。えー、そうなの？どこに？どこにですか？あー、ドスコイバンジール。こっちゃんのペースいいか、ありがとうございます。そう、制服のね、ね、本当に、本当に。ね、本当にね。もういつも怖い。怖いです。スクイボンジュールよいしょ。なんかヘルメットかぶってるみたい。こんにちは、フォローしてくださいね。ポチッと、どこら辺にあるんだろう、ここら辺かな。よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは。そう、今は本当に学校の単位をしっかり取らないといけないから、しっかり取ってしっかり引っ越しします。しっかり取ってしっかり引っ越しじゃないと、また来年も1年生からやり直しだから、もうなんか SKE に専念できなくなるから。でもそれでも高校には通うので勉強もしっかりしますけど、こっちゃんなら大丈夫やで、自信持って、ありがとうございます。ドスコイボンジュール、鬼です、今日は鬼です。ここ怒らせたらね、あの 豆投げますよ。怒らせたら豆投げますよあ、ありがとう、おはようございます。皆さんは恵方巻き何の具が好きですか？何の具が好きですか？ここはね、お肉がいいな、あのお肉がいいな、お肉ですね。こっちは勉強、そう、できるから、勉強できるから。ドスコイボンジュール、ここはやればできる子ですって今まで言われてきた。海鮮、おー、海鮮ね。でも海鮮好きな人多いよね。だってあれだもん、ここ以外みんなお姉ちゃんもパパもママもめっちゃ海鮮好きだから、お寿司めっちゃ好きなわけで、あの例えばお姉ちゃんが入学祝いとか卒業祝いとか言うようになった時はもう絶対あのお寿司が食べたいって、絶対っていうかお寿司が食べたいっていうことが多いので、僕はもう違うもの食べてるけど、お寿司じゃないね。長野県は海なし県です。実はお寿司イコール、そう、海鮮、そうだよね、そうなんですよ。だからそう、海鮮だから、そう、まあ今年はもう単位をしっかり取って引っ越すっていうことをね、一番単位取ることが一番大切だと思うので、ここね、ちっちゃい時マグロ大好きだったんです。でマグロずっと食べてたのに食べれなくなったの、食べ過ぎて嫌いになっちゃったんかなと思って、あ、買ったのね、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートありがとう、こんにちは、ハートありがとうございます、ありがとう。そうそう、まあ、ここはもうお肉一筋なんで、お肉大好き、カニは好き、カニは好き。え、なんか名古屋に今度あのカニ
食べに行こうねって言ったの。そう、カニ食べに行こうねって言ったわけよ。そう、でも行けてないの、まだカニ食べたいんですよ。そうなの、カニクリームコロッケ、ココも好きです。なんかカニの中にさ、カニグラタンみたいなやつあるじゃん、あれめっちゃ好きです。ありがとうございます、ハート。デザートに恵方巻きロールいかがですか。恵方巻きロール、恵方巻きロール、ありがとうございます、ハート。鬼です、今日鬼ですよ。大須まだ行ってない、大須まだ行ってなくて。そう、ココがまずあの長野にいるから。そうなんです、みんな学校だしね。そうだよそうだよ、みんな学校だし。まあでも行ったらあのしっかり報告するから、報告して写真とか送りますね。ありがとうございます。こっちゃん、魚食べれないです。ダメです、魚。カニ食べ行こう、連れてってください。学業、そうだね、今年はもうね、学校にもうレッスンない時とか以外は一度行かないといけないからですね。こんにちは。そうだね、いつかちゃんと、いつかって言っても、でももうあれだよね、大学生は学校とかさ、あれだよね、もう終わった？終わる？とかだしね。中学生と高校 1,2 年生とかは学校だよね、まだ。握手会、トーク会、初めまして行くことが決定。今さっき支払いを、お、ありがとうございます、楽しみに待ってますね。報告してください。こんにちは、カニね。アルトリコ、え、ここアルトリコーダー持ってたのに、どっか行ったんだけど、あのお家のどっかに行った。ありがとうございます、豆福はうち、ありがとうございます。今日のお母さんめちゃくちゃ知ってる、お母さんが可愛いな、知ってる。鬼が壊れる。よし、こんにちは。ゆあにゃんはカニダメ、あ、カニ好き、エビダメね、カニ好きって言ってたよね。エビダメ、エビダメ、エビダメ、エビダメだね、ダメだね、ダメなのね。あ、でもなんかそんなようなこと言ってたかも、魚とか一切食べれないしみたいな。リコーダーがクラリネット聞きたい、まあ、また今度ね、今度披露しちゃいますね、ココのとても綺麗な音のリコーダーとクラリネット。リコーダー、とても綺麗な音です。ありがとうございます、フォロー。綺麗な音を響かせる。鍵盤ハーモニカもありますけどね、鍵盤ハーモニカ。そう、この時間の配信なかなかないですからね。初めまして、ソプラノリコーダー、そう、ソプラノリコーダーより小さいやつあるよね、こんぐらいのやつ。こんにちは、こんなんか、お腹鳴った？鳴ってない、鳴ってないですね。ドスコイボンジュール、ここピアノ弾けるんですよ。まあ、ピアノ弾いたことあるということで、クラスの伴奏で。ありがとうございます、ハート、こんにちは。ね、何回あるんだろう、え、なんか3回かな、あ、じゃあもっとあるわ、4回、え、あります、とりあえず。まあでもここはね、あのね、ね、あんまりね。ありがとうございます、ハート。スカイリーリコーダーね、ごめん、俺の音が聞こえてたら怖いよ。ピアノ習ってました、ありがとうございます、あの、カ
かけれなの真似はできる。できるよ、できる。待って、かけれなの真似か。え、かきやん、かきやんえ、かきやん。ね、コクがね、え、見て、かきれなかきあるよって言ったの、かきの種。そしたら、え、かきやん、かきやんって言ってたから、これが真似です。うまくない、結構。ね、猫踏んじゃった、いけないの。ありがとうございます、ハート。あの、タラタタドーリャドーナツのドーは弾けるよ。ツーショット会の決済が、あ、皆さん忘れないように、絶対に。とりあえず豆投げてくれ、ありがとうございます。ふーちゃん何でもできるな、勉強以外。え、勉強できるよ、やればできる子だから。もう高校入ってテスト、もうあれだよ、高校入ってテストできたもん。痛いの、痛い痛い痛い。これ斜めにつけたいの。待って、ここさ、めっちゃ頭いいこと思いついたんだけど、やっていい？こっちゃんのレンが隣の子ちゃん見せたら絶対バレますよ。あの市内でつつきますので、よろしく。やりますね。ちょっと待って、ちょっと一回整えて、待って、ピン止め、マイメロのピン止め。思い熱いこっちゃんのを読んできましたか。ありがとうございます。どうかな、待って、やばいやばい、やっぱりちょっと前髪が大変なことになっちゃう。どうしよう、こうつけたいから、こうか、よいしょ。ちょっと待って、痛い。よし、つけれました。お、頭いいね、ここ。発明家なんで、発明家だから。こんにちは。え、ここほんと頭いいから、見て、ピン止め止めてんの、ほら、わかりづらいかな。ピンで止めたんですよ。で、こうやってやればちょっと前髪伸ばせちゃうみたいな。はやばい、これ、あ、あれ、うん、落ちちゃった、落ちちゃった、ちょっと初見です。はじめまして、はじめまして。おすこいボンジュール、おすこいボンジュールって、あの街中で挨拶してたらいいと思います。とてもとてもいいと思いますよ。街中でおすこいボンジュールって挨拶して、学校の先生とかにもおすこいボンジュールって挨拶してみてください。ぜひ。ここはやりませんけど。こっちゃん天才なんですよ、だいぶ。そう、2個あるのね。実はこちらのピン止め、あのお姉ちゃんがココにお土産でくれたんですよ。そうですよ、恋恋はできる子です。ちょっと待って、そう今まで言われてきた。ここ見て、髪の毛、よし、つけれた。ちょっと一回直してね。よし、お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。まあ、これをね、こっちでついてるんだけどね、姉ちゃんがね、くれた。もうちょっとなんか目に髪の毛入る、なんかちょっと違うと思ってたんと。こう、ちょっと待って、よいしょ、待って、時間がかかりそう。ガンになったんだけど、ここ何したの？よし、あ、できた。なんかここに前目の見えるまあ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 、気にしないで、気にしないで。なんか暑い、暑い、こんにちは。ちょっと待っててください。ただいま。
ばい、足つったそれでトーク、本当にいいですかこれで。じゃあ鬼の面つけてトークからお願いします。みんな怖くて帰っちゃうかな、嫌だそんなの、そんなの嫌だ。よいしょよいしょよいしょ、ありがとうございます。ハートありがとうございます。たくさんこんにちは。こっちゃんに豆投げていいの、いいですよ。もうどんどん豆、痛いの耐えます。スクワンジュール、こんにちはこんにちは。まあまあ豆ね、なんか学校の給食で出る豆好きだったかも。美味しいよね、あの学校の豆。学校の豆でもさ、あれ嫌いな人とさ好きな人で好き嫌い分かれるよね。ありがとうございます豆、こんにちは。ずっとピーナッツって言ってたんだけど豆だよね、合ってるのかな、ピーナッツでも。ありがとうございます。かきピー投げてもいいですか。いいですよ、かきピーこんにちは、お疲れ様です。ピーナッツ投げる地方もある。そうなの、息子エヴァンジェル。鬼はうち、外は、服は外って言われてたの。ほんまは、本当は、鬼は外、服はうちなのに。あ、鬼は外、服はうちなのに。外は、鬼はうちって言われてたの。そんなことあるの、息子エヴァンジェル。コメダコーヒーの豆が好き。ここさ、コーヒー飲めないんだよね、飲めないんですよコーヒー。スカイバンデュール、コーヒーダメなの。もうコーヒー飲んだらね、あの具合悪くなるんですよね。怖い怖い、スカイバンデュール、バンデュール、ボンジュール、ボンジュールの歌作ってよ誰かありがとうございますマメ、こんにちはこんにちは。音符だ、こんにちは。多分カフェインがダメ、そうかもしれない。ブラックコーヒーは私絶対、ブラックコーヒーってさ一番苦いのかな、ねね、コーヒーね、ブラックコーヒーが一番。ホワイトコーヒーとかあるの。今日メイクしていますよ、ちょっと頑張りました。苦いのダメです、辛いのもダメです。あのなんかあのわさびの辛さの方はダメ、なんかあの唐辛子とかそういうのなら少しなら大丈夫ですけど、あのわさびとかは本当に無理です。一番苦いなんでエスプレッソかな、そんなのあるの、聞いたことある。でもブラックコーヒーは一番苦い、ミルクも砂糖も、ああそうなの、そうなんだね。何が好きなの、リンゴジュースが本当に大好きで、あの姉ちゃんといつもオレンジジュースかリンゴジュースかっていうのをめっちゃ話し合うんですけど、ココはリンゴジュースで、お姉ちゃんはオレンジジュースです。ココはもう本当にそれぐらいオレンジジュ、リンゴジュースが好きで、いちごミルクも好きです。いちごミルクは飲んでたらお姉ちゃんにあの臭いって言われます。お姉ちゃん嫌いなんですいちごミルクで、いつも臭いって言われて悲しい思いして一人で飲んでるます。そしてあとはなんだろう、でも炭酸だったらメロンジュースとか好き。あと天然水、もう天然水好き天然水好きです。こっちゃんじゃあスタバ行きますよ。スタバめっちゃ行きますよ。はじめまして。お姉さん牛乳が苦手なのかな。でもこんにちは、普通に飲む、それ単体で飲むのはダメ。あのなんかさ
あのココアとかだったら全然天然水道から天然水、え、そうなの、なんかココアのうちはピッってやってなんか点灯してなんかそれで飲める水みたいなそうそうなんです、そんなようなやつですね。スタバ行くと先の席を確認してください、え、そうなの、こんにちは、ブログの熱い思いをありがとうございます、やりまいります、こんにちは、スカイバンジュール。こんにちは。長野水道水、なんか普通の水道水は飲まないんですよ。水道水から天然水は出ないってさ、出ないってさよ。ウォーターサーバーか、え、なんかウォーターサーバーじゃないんだけど、なんか水道にまあそんなようなやつがなんかついてるみたいなありがとうございます、豆。買ってから座れないと、買ってから座れないと怒る人、え、そうなの、え、やだね、怒んなくてもいいのにねそんなそんな。でもなんか前なんかスタバに行ったっていうメール送ったじゃないですか。その時になんか席買ってから座ったんですけど、なんか座るとこがなくてどうしようかって話してて、そしたらなんかその気づいてくれた人が避けてくれたんですよ。なんか一つ空いてて、そこに席がこうだからこう詰めてくれてすごい助かったっていうありがたい話ですね。ありがとうございます。あと浄水器、何か浄水器って読むの優しい世界ね、優しい世界です。はじめまして、はじめまして、フォローをしてくださいこんにちはこんにちは、ありがとうございます、豆豆まき、こんにちは、すっごいお腹すいた。ここってさ、あのくしゃみさめっちゃするけどさ、くしゃみするんだけどさ、結構でもくしゃみさ配信でするってしそうって言ってさ、したことないのね、すごいよね。ドスコイボンジュール、こんにちはこんにちは、あ、お腹鳴った、グオグオグオってお腹鳴っちゃった。カツカレー食べよ、ココイチ、ココイチ、ココイチってカツカレーあるのかな、あるか、今から恵方巻きと、お、いいねいいね、ありがとうございます、お花。カツカレーね、カツとカレーめっちゃお腹いっぱいになりそう、いいね、すごい、そんなにすごいことしてないよ、もうちょっとだけ。スクエボンジュール、あ、でもそのお腹の鳴った話したことあるか分かんないんだけど、学年集会でがあって、両側にね友達がいたわけよ、なんか背の高さが同じぐらいで、あのそう背のそう背の順で座ってて、そうそれでなんか普通の椅子に座って学年集会だったのね。でもなんかめっちゃお腹空いてて、中学って途中でお菓子とか食べたりできないじゃんか、普通に休み時間とかね、お弁当持ってくわけじゃないし、でなんかめっちゃお腹空いてたの。それも4時間目でめっちゃお腹空いてて、スカイバンジュール、まあ、みんなお腹空いてるんだよ、周りの人で、なんか周りの人がお腹鳴ったんだよね。でなんかここもめっちゃお腹空いてて、めっちゃでかい声でお腹鳴っちゃって3回ぐらいで、なんかちょっとすごくて面白かったの、お腹の音が。でなんか面白くてなんかみたいな感じで笑うともう止まらなくなるじゃんか、止まらなくなるじゃん、お腹の、あ、じゃあ笑い声が
で、なんかそれで後ろの人とかもお腹鳴り出して、みんなでお腹の大合唱してで本当にコグお腹鳴ったら周りの人もお腹鳴り出して、お腹鳴ってコグお腹鳴ってお腹鳴り出すみたいな、本当に面白かったよね。先生見てきたもんそのぐらいお腹の大きい音。でもココだけじゃないので、そう本当にこうやってやりながら、あのドキドキしながら練習会、そうお腹の大合唱したことあるんですよ。そうです、お腹の大合唱本当に本当にね、ちょっと痒くなってきた。よしよし。そう、なんか本当にこう笑うと止まらなくなるっていう、なんか、まあ、みんな多分そうでしょう、きっと。珍しく昨日も面白い話したけど、なんかね、そうだから、あのそうね、そう姉ちゃんと喧嘩した時とかコウが笑い出しちゃって仲直りするっていうね、まあここそういういいところがあるっていうことで。実は先生もなってたりして、先生ね、なってたのかな、どうなんだろう、こんにちは。でもなんかここ覚えてるのが、怒られたのがあるんだけど、なんか幼稚園の時に友達とあの先生の話の時に話してたら、ちょっとあの廊下立っとけって怒られて、廊下立たなかったっていうのを覚えてます。でも幼稚園だよ、幼稚園、幼稚園最初人から話しかけられたりとかさ、自分から話しかけたのかよく知らない、覚えてないんだけど、何もね、なんか話してたらさ無視できなくない？こんにちは、ねえねえ、うん、思わないそう思いませんかねえ。まあそれでまあ幼稚園の時なんか廊下立っとけって言われたのを覚えてる。ここは廊下立たなかった、どうしてなんだろうね、ちょっと本当によく覚えてないけどね、えよく覚えてないんだけど、こんにちは、スクヨンジュール、よく覚えてないけどね、なんでなんか多分泣いたんじゃない、わかんないけど、なんかごめんなさいとか言って泣いてたんじゃない。いつもえ、ここ送られてないの、怒られてないんです、こんにちは、こんにちは、それは怒られないんですよ、なかなかね、大丈夫です大丈夫です、そんなにそんなにそんな変な子じゃないですよ。こんにちは、はじめまして。廊下に正座さ、え、やだね、ね、ね、知ってる、正座するとね足が短くなるんだって。ここさ剣道してた時ずっと正座してたんだけど、もう悲しすぎてやだ。こんにちは、ありがとうございます。なんか正座すると足が短くなるらしいよ、やだよね。剣道やってた人さ足みんな短くなるじゃんね、そんなこと言ったら。はじめまして、あとありがとうございます。そんな変な子じゃない、変な子、変な子、ここ変な子じゃないで、ここは。こんにちは、変な子じゃないんだよ、それが、それがね、多分変な子じゃないなってね。握手会とツーショット買いましたとね、お、ありがとうございます。でこうツーショット会の日にさ、どうしようと思って、ツーショット会なんか、え、ツーショット会ってさ、あの何回あるんだっけ、あのツーショット会で2回だけかな、何回ありますか、ツーショット会さ、何回だっけと思って、何回だっけ、身長、正座しなかったら、え、確かに正座しなかったらもっと身長伸びたから。でここ剣道で頭はたかれ続けてきたけどさ、身長伸びたのすごくない？チャイナ、チャイナ、なんかフリフリチャイナみたいな、座りと立ちの2回、え、合計4回ってこと？名古屋2回、関東2回、あ、そうなのね。それでさ、やっぱりさ、なんかトーク会と握手会ってさ見えないじゃん、上だけしかでさ、下見えないじゃん、だからどうしようと思ってさ、警察官ね、
ココはもう可愛い警察官じゃなくて、あのかっこいい警察官になりたいの。なりたいのっていうかにするのにしたくて、だからそれもそれとタイの服があのツーショット会が良くて、でもなんかあの袴もツーショット会いいなって思うし、本当に迷いまくりなの。どうしようかな。あそこお面つけてたこと忘れてた。そういえばやばいね、このまま学校とか行っちゃいそうで怖いわ。ツーショット会も座り、え確かに座り見えないじゃん。なんか作られるよね多分。うちの日は絶対スカート、それはねスカートです。スカートか短パンです。手錠かけてください。いいよ、手錠かけてツーショットしようよ。え、どうしようどうしよう、どうしよう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 、本当にかっこいいバージョン分けてみて、かっこいいバージョンにする。どう、袴、袴よくない、袴とかいないと思うんだよね、なかなか。こんにちは、座ってたけど記念だから全身見れるよ、写真だし。思い座ってたけど記念だから全体見れるよ。あ、そっか、あ普通に写真撮って、あでも立ってるのは分かんないってことだよね。こっちゃんに思いっきりな、うん、いいよいいよ、もうぶん投げますので。必ずスカート履いてくれるの好評。そうだね、スカート、スカートかね、スカートしか履かない普段。今日髪巻いたんだよ。巻いたんです。着るの大変そうだけどインパクトありそうね。着るの、あ袴、袴ね、そんなに大変じゃない。え、でもなんか袴って2種類あって、あの普通に風通しのいい、あのなんかジャージ生地の袴と運動用みたいな、あの大会用のあのなんか生地がなんて言うんだろう、なんかしっかりしてる生地の袴があるんです。どうしよう、どうしますか。なんかあれさ、なんか袴最初はそうですか、そうだね、袴でも足見えないくなっちゃうから、袴はあの分かんない、違うのにしようかな。袴ね、袴は、袴は、袴はなんだ、あ、あれあるじゃん、こういうさ南沢って書いてある。あでもあれダメだ、中学校名書いてある。ダメダメ、こんにちは。袴ね、袴の下にジャージを着てたんですよ、中学の時。めっちゃダサかったもん、見え見えで。すごかった。こんにちは、袴ね、もう袴ね、本当はお面つけたいところだけどやめときます。そう、袴ってけ、そう剣道のやつ、僕はあの黒黒なんですよ、白がいい、本当は本当は白が良かったけど、黒だから黒、黒で。でもあれ丸もつけたいところだけどね、これさすがに大変です、持ってくるのもね。剣道着、そうそう剣道着、でもね剣道着でもね、あのここ学校あの洗ったりするから全然持ち運びは楽ですよ。でもあのあれで市内もあの持ちたいんですけど、市内は持ち状態なんですけど、あのあれは着ないです、さすがに。銅のやつ、銅のやつね、銅のやつは着ないかな、あれ大変なんだよね、めっちゃでかくてね。そう、銅はね、幕張しか行けない人もいるだろうし、なんか来てくれたのかな。あー幕張たい、そうだね、そうですね、分けるのもね、同じやつにさ2回来ちゃったらさ悲しいかな、どうなのかな。こちゃんと試合したいのに、しますか。ありがとうございます、うまめ。片手推理やってた、懐かしい、だいぶ懐かし
めっちゃ冬は寒いし夏はめっちゃ暑いし。ありがとうございます豆。でもね、なんかね、あれだってココがやった時はコロナ流行ってたからマスクが、マスク、そうマスクだったからもうめっちゃ暑かったもん。学校名とかバッジとかの、あー確かにね。でもさ書いてある、もうなんかね、どうなんだろう、わかんない、わかんない、どうしよう、剥がすとか、あ剥がして南沢高校みたいな貼ればいいんじゃない。もうママにさ布で作ってもらって、やばい、ちょっとここ頭いいな、やっぱり頭いいな、素振りもできますよきっとね。なんかマジで弱かったよ、ごめんなさい。マスクしてた、めっちゃ暑いし、あとあのフェイスシールドみたいなやつあれじゃないですか、透明のあれもつけてたんですよ。ありがとうございます豆。だからもうきつかった。頭いいよね、頭いいよね。南沢高校に変えちゃえばもうねえ、いいじゃんいいじゃん。スクランジュール、だって剣道は中学の時やってただけだしよ、やってただけですよ。しかもなんかやってた子が多かったから、やっぱり剣道はだからもうその子たちはもうスタートして面つけれるんですけど、ここはまず体力作りからだったので走ってばっかりで、なんかみんなより全然歴は浅いですので、そうですね。でこの日はこれって決めたいんだけど難しいの、決まんないの、決まんないの、どうしよう。決めようね、早く決めますね。将来発明か、そうですね、もう発明するの得意ですから僕は。発明、今日も今日みたいにアメフがやってるのを配信、そうだね、他のメンバーはここいつも結構夜なんですけど、他のメンバーともうやってる頃とことが多いかな。本当は5時からやりたいんですけど、学校があっても5時過ぎなので帰ってくるのが間に合わないんですよね。制服、あ制服着ますよ、もうなんかお嬢様みたいな制服、うん、それはねもう決まってる。制服って言ったらなんかみんなさ想像するのってJK って感じのさ制服でしょ。違います。南沢高校の音楽行きそうまあ今がね剣道やってないんだね。剣道を入りませんかって誘われたけどね、入りませんでした。ここダンス部入ってたんですけど、ダンス部ダンスしてなくてなんかやばかったんですよ。なんかダンス部なのにダンスしてなくて、なんかお話し会みたいな感じになってました。そう、しかも週1なんですよ。そう、コロナの時期で、もう最初なんかもう全然あれでした。最初は分散登校みたいな感じ、お嬢様みたいな、そう乃木坂みたいな、そんなような感じかな。まあ、なんかみんなが想像してないようななんか来て来ます。なんかそう荷物にならないね。市内やばいね、市内でも市内欲しくないねえ、市内欲しくない。でもなんか可愛い制服です。お姉ちゃんがね、やっぱそれもいいんじゃないみたいな、その意見をくれて、ね、服決めるね、早く決めます。腕時計ミヤビングじゃん、サツキチもつけてたよね。ありがとうございますだるま、つけたらおしゃれですし、そうだね、時計見れるね、こうやって絵描いた、
たくさん来た方がいいと思う。毎日来た方がいいと思います。毎日もう 55回は来た方がいいと思います。毎日毎日トーク会と握手会どちら、え、握手会の方がおすすめですよ。あの握りつぶすんで4時半前まで。4時半前ってさ、いつまださ決まってないかな。そう、トーク会のスケジュール作ってくれた方がいるんですよ。どすこいボンジュール、どすこい、どすこいボンジュール、こんにちは。でもあの楽しみにしすぎてるんで、あの来てくれないとしないでつつくつきそうす。しないをね、しないを持っていかなくちゃ。握手が強い人は印象に、もう握りつぶして、あの手汗ブシュブシュブシュに出しますね。手汗だらけ。お疲れ様です。でもなんか緊張してる時とかめっちゃ手汗出るじゃん。でなんかだから、あのなんかペン持った時にペン滑って、あのうまく書けないんだよね、震えて。テストの時とか。こんにちは、大川さんのファンでも、もう大歓迎、とっても大歓迎、来てください。ありがとうございます。豆すこいボンジュール、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。豆、ありがとう。須田あかりさんも握手会にしよう。そうだよね、眠りつぶして寝ると、いや来ます。豆、ありがとうございます。こんにちは、すこいボンジュール。こうちゃんだったら緊張で触れそう。え、ここもね、テストの時とかね、めっちゃ一人お母さんだった時、今度だってメンバー演奏してるらしいよ、してるらしいです。まあでもここはそれを浸透して浸透しますから。こんにちは、浸透浸透てか思ったんだけどさ、握手会さ手袋してたらさ意味なくない？なんか、まあ、でもコロナ禍だからさしょうがないけどさ、ねえ、前の人と握手してるみたいになっちゃう、突き刺されちゃう。でもあれだね、でもさ手の大きさとかわかるね。ここはね手でかいってことでよろしく放送日まで決まってないしたかったっけ。大川さんとあの 1+1=2 じゃないよかな。手汗かね、でもなんか白い手袋か選べるみたいな、白い手袋がいい。ここは温かみはないよね。そうだよね、自分は手袋しても、え、そうなの、そうなの、かわいい、ありがとうございます。手の大きさ、手が、え、僕はそれとんでもなく手を広げて手が高いしますね。その上にドスコイって書きたい、本当は習字で、習字でドスコイって書きたいんだけど上にマスクはなんかしなくていいんだってね、言ってましたよ。ハロー、ハロー、英語の授業でよくハローってやったな。 I am みたいな、こんにちは。も中学の時は英語喋るっていうか、こうコミュニケーションして英語喋るみたいなのあったけど、高校全然ないですね。手形が敷地からはみ出そう、はみ出ないようにしますね、さすがにね、紙に収まらない手形かいインクね、ピンクじゃん、手形かいピンクじゃん。大川さんの色でもあるし、ここの色でもあるじゃん、メンバーカラーの。やばいね、やばいね。こんにちは、ドスコイのスタンプとかあるの？え、相撲のラインスタンプならありますよ。ドスコイはないけど多分、でもあのここその相撲のスタンプ使ってますよありがとうございますので、手が高いで服ね、服ね、服さ、なんかさ、ここさ中学の時と普通に高校入った時とか全然もう制服しか着ないからさ、もう土日友達と遊び行くとき私服かなみたいな感じで全然服買ってなかっ
ったかな。まあ小学校とかに比べれば全然買ってなかったけど、もう最近はもう一回着たらなんか違う服も着なきゃみたいな思って、そうだね、なんかある時はね。だからね、いろいろ服はね、なんかね大事ですね、なんかいろいろいろんな種類。こんにちは。こんにちは。服っていいよね。服、明日服、白の服はダメよ。そうだね、もうね決まってるんですよ服。なんか秘密ですけど、もうとっても可愛くて、あのなんかコグが選んだんじゃなくて、お姉ちゃんとママがあのこの服どうって言って買ってきてくれたんですよ。だからそれ着ます。スクイボンジュール5個ね。こんにちは、こんにちは。でもなんか想像してる服かもしんないし、ちょっとしてないかもしんないし、わかんない。ありがとうございます、バラハト、ありがとう。お姉ちゃんさすが、お姉ちゃんさすが、ありがとうございます、ハート。お姉ちゃんでもめっちゃ服買いますよ。なんか大学生になるから服とか必要じゃん。でそう、めっちゃ服買ってますね。だからいつもなんかお姉ちゃんと服買いに行くこととか多いけど、いつもなんかこれいいかなみたいな話し合って、一緒になんか着るんだったら一緒にお金出して買うとかなんかやってますね。スクイワンジュール、姉ちゃんセレクターコウが選んだのやばいんかい。いろいろそうだね。でもね、ここほんとね、一番家の中でセンス悪い気がする。なんかパパもめっちゃセンスいいから、そう、お姉ちゃんじ、そう、お姉ちゃんね高校3年生なんですよ。どすこい感じる。お姉ちゃんなんか高校3年生に見えるか、言えるか。お姉ちゃんと服が共有してますね。お姉ちゃんって一緒に着てるもん、ほぼ。お姉さんのママのセンス、お姉さんとママのセンスいいの、いいよ。でもね、お姉ちゃんの方がセンスはいいと思う。明日朝早いからね、本当に今日早く寝ます。パパも、パパセンスいいので、なんかパパがたまになんかドドタウンとかで見てこれどうみたいな送ってきてくれるんだけど、めっちゃセンスいいし、あとあれなんかさ、ちっちゃい時にね、よく東京に行って洋服買ってたんだけど、もうパパが言うやつを買って大体当たりなんだよね。もうお姉さんまだ社会人じゃないんですよ、まだまだなんです。お姉さんとはお姉さんとは身長が10センチぐらい違います。パパは服プレゼントしてくれるの。パパは服はプレゼントっていうか、なんか聞いてくる、これどうみたいな。お姉さんとは10センチ差ぐらいですね。本当に10センチ差だよね。お姉ちゃん180センチじゃないよ、158センチさない気がするんだよね、わかんないけど。こんにちは。なんか今日着てた大岡さんの服とお姉ちゃんの服がなんかもっとペアルック的な感じだったらしいです。なんか似てるみたいな、めっちゃ。はじめまして。そうそう、服ね、なんかあの上着とかも、そう、なんかパパがこれ良くないみたいな買って、もうずっとそれ着てるもん。だからもう本当にここセンスどうにかしたい、自分のセンスが。本当になんかお姉ちゃんに、ね、これどうって言ったら、え、変だよって言われるもん、いつも。なんか本当にね、やばいの、助けて助けてください。こっちゃんは165なんですけど、なんか伸びた、なんかメジャーで上がったら伸びてるみたいな感じですね。はじめまして、はじめまして。今日は鬼だよ、スクショタイム。
明日は腕時計つけないですね。セットアップ買っとけば、え、ここオーディションの時セットアップ来ました。あの前日に買いました。持ってったんですけど買いました。え、でも本当にそれ買って正解だなって思ったの。なんか大岡さんと同じやつってもうやばいですよね。もうね欲しくてそれが売ってて、変な変なセンス。まあでもなんか前よりは全然いいと思います。きっと170センチ目指します。え、そこさ、あの厚底を履きたくて、なんかあのバブルスっていうなんか厚底があるんですけど、なんかそれ欲しかったんですよ。でもなんかめっちゃヒール高い13センチぐらいのなんかヒールで、本当に巨人になるからやめてくれってママに言われて、でやめてたんですよ。そしたらなんとなんか7センチぐらいヒールが、1個下の高さのヒールが出たんですよ。でもここがもうそれが欲しくて、だからそれをあのトーク会とかに履きたいから、なんかそれを履けばなんかいろいろ似合いそうなの。だからそう、だからそれを履きたいと思います。なんか名古屋にないんだよね。だからそうネットかなと思って腕時計してる。おしゃれ腕時計の学校の時はします。でもかそういうガチ腕時計じゃなくて、なんかポツンと腕時計です。スクイボンジュール訪れしてる。本当にそれ入ったら170超えます。超えます。170超えますね。ありがとうございます。ハート、こんにちは。腹話術みたいです。いいよ腹話術。え、訪れしてるの本当に。なんでだろう。腹話術いいよ、してあげるね。ちょっと待ってね、なんて言おうかな。なんて言う。で、皆さんの今日食べたいご飯は何ですか。食べたいご飯、食べるご飯、ありがとうございます。あとお昼ご飯、今日の服は自分で選んだ。そうですよ、今日はまあ良くない。今日はシルバー。ここはね、なんだっけ、金に黒です。分かった。服は実いいこと考えた、ごめん聞いといて。鬼が豆を投げるぞ。鬼が、あ、待って上手くない。鬼が豆を投げるぞ。鬼が豆を投げるぞ。鬼が豆を投げるぞ。上手くない。え、上手じゃない。ありがとうございます。あとなんか顔ひどかったけど。鬼が豆を投げるぞ。鬼が、あ、だめ。鬼が豆を投げるぞ。鬼が豆を投げるぞ。え、うまい。え、特技じゃん。めっちゃ特技だ。めっちゃ投げるじゃん。え、じゃあむずいね。まあ難しい。豆ダメ。豆投げるぞ。まあ上手い方なんじゃない。え、だよね。地味に上手なんだけど。豆投げるぞ。やばだいぶ上手なんだけど。鬼から逃げろ。え、待って、鬼の話してあげるね。なんか幼稚園の時に節分の時って絶対鬼来るんですよ。
鬼来るんですよ。だから先生みたいな先生が鬼の格好して来るんですよ。僕はそれを小さい時はもう知らないからただの鬼来たと思ってて、でなんかそれもあの幼稚園年少年中年長ってあるじゃん。で年長の人が自分で鬼の面をかぶって襲いに来るんですよね襲いに来るんですよ。先生が頭もふもふのやつかぶってなんかちゃんと鬼のパンツまで履いてなんかタイツ履いて靴履いて来るんですよ。鬼の格好して襲いに来るんですよ。みんな逃げるわけよ。でなんか僕はそれをもうそれがもう恐怖で休みたかったんです。休んでないけどスクエワンジュール。もうそれでねもうねめっちゃ面白くてみんな逃げ回って、なんか鬼がなんか連れ去られたみたいな記憶上ではね。鬼がみんな泣いてる。ココ泣いてないんだよ。すごいでしょ。こんにちは。でココが年長になった時にはこっちが襲う方だわとか思ったらまさかの年長の教室にも先生が来るみたいな。でもここ終わったーと思ってめっちゃ怖かった。それを先生だっていうことはもうほんと最後にした気が、なんか先生のなんかお面みたいなやつが取れちゃってみたいななんかこう記憶ではねなんかそんな感じだった気がするんだよね。でも小学校の時もなんか教頭先生が鬼のお面かぶってきたみたいな、教室に襲いに来るみたいなありました。色鉛筆プレゼント、色鉛筆ね、ありがたいですね。鬼といえば鬼から電話なんですけど、ここ鬼めっちゃ嫌いで鬼めっちゃ怖かったんです。今自分が鬼なんですけど鬼がめっちゃ怖かったんです。で鬼から電話ってアプリがあって、向こうがなんかいたずらとかするのめっちゃ大好きで言うこと聞かなくてほんと暴れん坊だったんですけど、なんかそれでお姉ちゃんもママも鬼から電話でここを脅すんですよ。でなんか鬼から電話でなんか赤鬼青鬼とか選べるんですよ確かね。でなんかお姉ちゃんがなんかその音声を流すの、鬼から電話の音声を。でココをなんか脅してくるんです、鬼から電話アプリ。そうあるんだよ、それあるの、本当にあって、もうめっちゃ怖くて鬼から電話調べたら多分出てくると思う。なんか今から行くぞみたいな言うの、もう怖くて、もうだからもうそれ聞いたらごめんなさいって言ってもう泣いて謝ってて、それを何回も繰り返してた。毎日泣いてた。だからここありがとうございます、ありがとうございます。欲しい、はじめまして。もうそれめっちゃ泣いてて、毎日泣いてた。鬼から電話でもうめっちゃ怖いもん。だってもうどこに隠れるかまで想像してたからね。ここに隠れたら鬼来ても見つかんないとか言って一人でどこに隠れるかしっかり計画立ててしっかり計画立ててたんだよ。そう、鬼から電話しられた小さい子にはそう本当に怖いわけ。怖いの、声も初めまして。怖くてスカイボンジュールこんにちは。怖いからもうここはしっかり計画立ててた。ここにお肉が来たらここに逃げようっていう計画をしっかり立ててた。そうなんです。だからほんま本当に鬼から電話めっちゃ嫌い。今でも無理だもん。こんにちは。でこう最近困ってることがあって、なんかクレヨンしん、あ、やば、言っちゃいけないのかな、これクレヨンのしん、赤いのと黄色いのいるじゃないですか。今は育ちすぎてだから本当に怖いよね。待って、何の話してたんだ。あ、それでなんかそれ終わっちゃったんですよね。なんかだからね、困っちゃう。クレヨンのほぼ言ってるようなものなんだけど、そう、春日部の男の子、それめっちゃ好きなんですよ。本当に怖いから聞いてみてね。クレヨンしんちゃんたまに、あるよね。なんかあれめっちゃクレヨンしん、春日部の
カツカレの男の子の、ね、アニメがとっても大好きなんです。大好きなの。こんにちは。こんにちは。本当にね、あのね、面白くて好きだよ。ロボットのね、猫ちゃんの方はね、あの、え、それってさ、あのさ、京花さんが好きなんだっけ？キョッピーさん。謎のまま、ね、謎だよね、本当に謎だよね。なんか人形が動き出すとかあった。こんにちは。人形が動いて、なんかあのひまちゃんがなんかその人形と喋ってるみたいな、あったよね、この間。この間っていうか、クレヨンの、え、あのあのさ、あのさ、待って、え、京花さんってさ、猫型ロボットのさ、テレビ好きだよね。なんかこの間さ、公園で行ってなかったっけ、なんか楽しみにしてるみたいな。鬼です、鬼です、よろしく。足がなんか痛い、ここなんかじっとしてられないっていう、あの子供だった。じっとしてられない。さっきおーちゃんの2時にめっちゃ、本当に嫉妬させてるんですか皆さん。まあ大丈夫、あのおーかさんはそれでもあの個々のものだから。 TO は個々だ。強気強気。ブリブリゼーも面白いんです。あ、なんかわかる、なんだっけそれ、どういうのだっけ。あ、あ、あ、しんちゃんのあれだ。こんにちは。今じっとしてないんだか。あ、バレました。バレましたか。そしてあげないのよ。そう、じっとね、ね、大変だ。ブスクボンジュール。大変ですね。はじめまして、ブスクボンジュール。大岡さん、まあ、ここ大岡さん、大岡さん、ね。おんかさん、スカイバンジュール、こんにちは。こんにちは。はじめまして、はじめまして。おんかさん、おんかさん可愛いよね。やられた、もうね、可愛さにやられた。ありがとうございます、ハート。ありがとうございます。スカイバンジュール、ココのね、友達にね、あのクレヨンのね、しんちゃん好きな人がいるんですよね。なんかスカベのね、なんかブリブリザイモンの服と、その服着てるクレヨンのしんちゃんと、あと普通のクレヨンのしんちゃんつけてますよ。スカイボンジュール、こんにちは。もうそのまんま言ってるけどね、まあまあちょっとね、違うということで、こんにちは。足がしびれる。はじめまして。ラジオの動画が楽しみです。え、でもね、ここね、あの、もう会った大岡さんが、あの、入ってきた瞬間から、もうブルブルが、震えが止まらなかった。もう可愛すぎて、どうしようどうしようってずっとここ入ってた。今日節分なんだ、僕の記念日、夢のそれ以外の話です。え、そうなの、今日は節分なんですよ。ありがとうございます。これ公園で言ったら多分これそうだよ、これ絶対言わないようにします。すいません、ありがとうございます。豆、ありがとうございます。こんにちは。今日は節分だから、たくさん豆食べた方がいいと思う。たくさん豆食べて、あの、ま、豆の色に なった方がいい。豆の色。猫型ロボット、猫型ロボット全然見てないです。はじめましてね。猫型ロボット、あれさ、あの
アニメとかさ、アニメじゃないアニメじゃない、映画とかめっちゃ感動するよね。初めまして。え、豆食べますか？年の数だけしか食べられません。豆ねえ、19位だっけ大岡さん。あのみーひちゃんも入ってましたね、ツインテール。めっちゃ菅原真弥さんに似てるの、みーひちゃん。ありがとうございます。ハート、流れ星、はじめましてじゃないでしょう。そしてここ16個しか豆食べれないってこと？豆食べたい、豆食べたいよね。豆美味しいんだよ。なんか甘い豆と普通の豆があって、なんか学校の給食のね、あったんですよ。もう今給食じゃないけど、あったんですよ。みひちゃんです。20のみひちゃんです。めっちゃ可愛いんですけど、めっちゃスカラマヤさんに似てるんです。でここなんか、それであの20のライブに行ってたんですけど、あのもう愛知しか当たったことなくて、そうなの、愛知しかね当たったことないんですよ。すごくないのか、こう愛知と仲良しなんですよ実は。SKE に入る前だから、もうめっちゃあいつと仲良しなんですよ。ありがとうございます、くまさん。みーちゃん調べてます、本当？調べてください。第1話最終、あれだよね、あの松本かれんちゃんだったかな。ありがとうございます、豆ありがとうございます。でここ昨日ツイッターしたんだけど、ランキング入ってなかったかな。入ってなかった、まさかのまさかの入ってなかったか、ショックだな。昨日しかしてないか。そう、なんかそういうなんかグループ名のね、だよね。長野からだと愛知より東京の、そう東京の方があの新幹線出てるんで、そっちの方が行きやすいですね。確かにの方がね。鬼前公演えず、あのね、ストレートって決まってるんですよ。リーナさんが松本かれんちゃんの声が好き、あ、なんか言ってたね、それなんか聞いたことあるよ。あのマカロン声みたいな、だっけ、マシュマロ、マシュマロ声か、マカロンじゃないか。いつのこうちゃんが一番、おありがとうございます、こんにちは、すごいボンジュール。確か前にえでしょ、金髪の時がほんとそっくりなんですよ。もうやばいこと似てる。え、もう最初見た時、え、なんでみーひちゃんいるのって思ったもん。はじめまして、握手会をツインテール、え、しますよ、ツインテールしたいです、する日もします。カツラフェもさ、かぶってさ、ショートバージョンの日とかやりたいとこなんだけど、これさ、100均でさ、あのさ、水色とピンクのさ、あの巻き髪のカツラかぶったじゃない、買ってさ、頭にかぶってたことあるんだけど、さすがに外出はしてないけど、家の中で、ピンクと水色のカツラかぶってました、色が混じった。ありがとうございます、豆。まああのあれですね、可愛いこっちゃんもかっこいいこっちゃんも大人っぽいこっちゃんもあの見れちゃうということで、たくさん来てくださいね。こっちゃんショートあったんですよ、こんなんだって、こんなの。なってここさ、パパにめっちゃひどいこと言われたことあるんだけど、なんかここなんか赤ちゃんの時お姉ちゃん可愛かったんだって、生まれた瞬間から、ここなんか生まれた時から可愛くなかったんだって。だからなんかこの子は可愛くなんねえなって思ったんだって。ひどいよね、悲しいよ。今なんか思ったらしい、そうやってなんかね、うむうむうむ、その写真あるの？写真か、え、ママの携帯の中にならワンチャンあるかもしれない。
ミーシャでググったら、あ、でしょ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 、なんかそうやって言われましたね。でも僕なんか生まれる予定が16日で、あの10日間遅れて出てきたんですよ。そう、お、ありがとうございますね、皆さん、はじめまして。まあまあまあ、そんなこともねありながら面白いけどね、だいぶ面白くない？まあなんかあれだよね、スカウトのやつ面白いけどね、ママがここだと思ったらお姉ちゃんだったみたいなだいぶ面白い。やっぱり最初の子は可愛いの？最初の子？最初の子まあ赤ちゃんの時はね、本当にね、ここもなんかここの顔なのかこれって感じの顔してて、ね、いつかなんか見せる機会ありそうじゃない？それまで撮っときましょうね。はじめまして。今目も可愛いですよ。でこのさ、ヨの後のそこに何なんか。はじめまして、鬼だよ。こんにちは、はじめはじめまして、なんか喉につっかえた。こんにちは。今日前髪、なんかダメダメですね、今日だいぶ低いね。こんにちは。今日はね、2点とかかな。こんにちは。でもここさ、あれだ、中学の時とかさ、やばかったんだけど、めっちゃ重い前髪だった。こんにちは。え、本当にありえないぐらいやばかったもん。え、もうなんかやばかったです。とりあえずやばかったです。はじめまして、初見です。で初見ですっていうの見るとさ、オーディションを思い出す。はじめまして、めっちゃはじめましてって言ってた。2点、なんかさ、あれだよね、もうすごい緊張してたもん。なんかさ、あの落ちた時のことをさ考えてさ、どうしようってすごい悩んだんですよ、顔出しするかしないか。あの高校の校則も厳しくて、学校の先生に相談してあのそうしたんですよ。でもそれでもし顔出しして、あのもし落ちちゃったらもうどうしようって思ってて、でも顔出ししなくて、ショールーム自体をやらなくて、もし受かんなかったら、それも後悔しそうだなと思ってやることにしたんですよ。こちゃんがもしお姉ちゃんだったら、ここさ、めっちゃお姉ちゃんになりたかったんだよね。だからさ、お人形めっちゃお世話してた。なんかお人形に読み聞かせしたりとか。え、その写真ありますよ、ママが持ってる。なんかお人形隣になんかポポちゃん人形置いて、こうやって本持って読んであげるっていうのやってましたね。あとは髪の毛結んであげたりとかね、あのお人形の。すみません。あと風呂一緒に入ってた、お人形と。お人形ってね、高速厳しいんですよ。そうそう、でね、お人形とね、一緒にねお風呂入ったりとかね。あと、あのさ、子供用のさ椅子わかる？あのなんか子供だけがさ座るさ、ベビーカーみたいな、あのお店にさベビーカー置いてあるじゃん。そう、顔出し配信勇気いたんですよ。本当にめっちゃ迷って、でもあの本当にね、あるじゃんベビーカー、後悔したくなかったから。こんにちは。やれることだけやってね。ベビーカーあるじゃん、あるじゃん、ベビーカーあるじゃん、ベビーカー、お店に。そこにあのここうさももだっけな、うさももめっちゃ大好きで乗せて、長野県の田舎でですよ、田舎でなんかあのお店の中でそれをも自分で持って、お人形置いて持ってなんか歩いてました、ママと。絶対ママ恥ずかしかったんだろうなと思いながら、今はそう思ってますけど、その時はここそんなこと思ってないからね、楽しかった、ただ単に。本当に謎でしたね。
小さい時謎に深まるって感じ。それって何歳の頃？小学校3年生とかだと思う。そういえばそう、車型のやつもあるんだけど、車型じゃなくてただのベビーカーの形のやつなんですよ。こんにちは。これやらないでこうか、やってこうか。そうだからもう顔出ししたんです。なんか塩ルーム審査に入りませんって書いてあったけど、わかんないじゃんそんなの。で、僕のお姉ちゃんお世話してあげますね。お世話、僕さ本当にさ、あのお姉ちゃん一回妹にしようかと思ったんだけどさ、なかなか難しいですね。こんにちは難しいですねって当たり前だね。じゃあそろそろやめますね。また配信しますので見に来てください。こんにちは、こんにちは。最後にさ、ショータイム、さっきもしたよね。鬼を見せつける。じゃあちょっと待ってね。痛い。ちょっと待って。バイバイ。これでバイバイしよう。写真タイム。明日もよろしくお願いします。明日もよろしくお願いしますね。楽しみにしてます。バイバイ。たくさんツイートしてね。自己。